こんにちは、速稼塾の久保です。これを見てください。こうね、一瞬で金の一万円札に変わりましたね。この一万円札とこの金の一万円札、果たしてどちらが価値を持ってるでしょうか。はい、で今日お伝えしたいのはこういうことではなくて、そういえばという形でね、思い出してもらいたいんですけども、かつてアポロ計画ですね、 NASA が月に行ってですね、月の石を持って帰ってきて、まあ地球の人に紹介したんですね。当然日本にも万博の中にこれ月の石ですよっていうふうに飾られたんですよ。あの月の石って今どうなってるかご存知の方いますかね。ある教授の話によるとね、あの月から持って帰った石、あれがですね、貴重な実は宇宙とか生命を推測する材料になると期待されてたんですけども、月から持って帰った石を NASA からもらったところによってね、それを分析するとその辺に落ちてる石と同じだってことが分かったんですよ。全然何の変哲もない。だからその石はどうなったかっていうと、研究所のどっかの保管するんじゃなくて、なんだこんなものって言うからね、その辺に捨ててしまったらしいんですよ。で今はもう行方が分かんないんですよね。なんかもったいないような気もしますけども、これが現実なんですよ。その月の石を解析するまではガラスケースに包んでですね、厳重な警備の下で、もう地球上で一番価値があるもんじゃないかなという形でですね、全世界に配られたんですよ。でも今はその月から持って帰ってきた石、もうどこにもないんですよね。地球の石と一緒になっちゃったんですよ。まあこういうふうにですね、価値っていうのはそれが何者かが分かった瞬間になくなってしまうこともあるんですよ。逆にですね、それが何者かが分かった瞬間に価値をね、急に生み出すこともあります。ではこれをですね、皆様の仕事に置き換えてみましょう。普段我々がやってる仕事、何の価値もないと思いながらやってる方もいるかもしれません。仕方なくやってる方もいるかもしれませんね。でもですね、ちょっと考えてみていただきたいんですけども、まあ、YouTuber という仕事がね、最近ありますけども、20年ほど前、いや10年ほど前にね、 YouTube で動画でこうやっていろんなことをお話して、これが仕事になるなんてね、誰も思わなかったんですよ。誰も思ってなかったです。でも実際それをやっていくと、収入が上がる人とか、有名になって商品が売れやすくなる人とか、ファンをつける人っていうのが出てきて、まあ、しまいにはですね、そのインターネットの世界からテレビとかマスコミの方にですね、もてはやされてタレントみたいになっちゃう人も出てきたわけなんですよ。というふうにですね、なんとですね、価値っていうのはそのものが分かった瞬間に急にブレイクする場合があります。ということは、あなたがやってる仕事がですね、もしかして取るに足りないものと思われてるかもしれませんけども、実はそれがですね、多くの人に求められてるものだった瞬間に急に価値を帯びることもあるんですよ。見向きもされなかった YouTuber、 それが今では一つの憧れの職業となっている、とこういうこととかね。かつてはブロガーってものもありましたよね。ブログってものが日本に紹介された時は、それがですね、収益を生むなんて誰も予想しなかったんですよ。なんで無料の記事を書いてそこからお金が生まれるのって話だったんですよね。世の中にはこういうことが結構あるんですよね。ということですね、我々はもしかしたら自分がものすごく好きなことを仕事にできるかもしれないんですよ。例えばですね、映画がとっても好きでたくさん見て、そのうんちきを語ってで、ね、あの居酒屋に行って友達に自慢してる人、嫌われてる人がいるかもしれません。でも映画解説者っていうのはそれを仕事にしてるんですよね。たったこれだけの違いなんですよ。だから本当はですね、あなたの一番好きなことを上手にやることで、ね、あなたも楽しい、そしてそれが大きな収益を生んで周りの人も豊かにする、幸せにするということがあり得るんですね。まあそういう形でですね、好きなことを仕事にしていくことができるということがなんとなく見えてきたんではないかなと思います。それでは次のビデオの方も見てください。よろしくお願いします。